yeah, yeah. で、今自分の中で迷ってるのが、えー、今日まあまあ、えっ、ー、と、ラジオ終わって、今日すげえ疲れてたから、楽屋で寝ようと思って寝てて、で、そこに、スタッフの中の、まあ、構成三人衆の、瓶、え、底、ー、メガネお眼鏡くんが来て、で、また、久しぶりに底メガお眼鏡くんが、この AV を伊人さん見てほしいっていう。<laughs> ねえー なんであいつはあんなに AV に熱いんだろうっていう、もう、で、そこの横のところにまたその熱い説得をしてるところに、あの、なお、なおめひやくんも入ってきたんで、聞いてたと思いますけど、まず AV を、 進めるときの言葉として、安心してください、ネタバレなしで話しますからって意味わかんなくない <laughs> <laughs> ?V を進めるときにあるその感じね。えー、っと、で、ジャンルはと斬新なジャンルだからジャンルはないっていう、前もそうだったんですよ。前もなんかよくわかんない、その、えー、っと、フェイクドキュメンタリー風に作ってある実録、えー、っと、女性の体に憑依できる男は、 実在したシリーズみたいなのを教えてくれて、これもね、もう本人若者なんで傷つけると、だってさ、こういうさ、性の好みの話をさ、心を開いて喋った先輩がさ、あの、 えっと、ありがとうっつって勧められたやつ、何作か勧められたその表意シリーズ見て、最初は面白かったねって言ってたんだけど、本当はいまいちだったのね。その、<laughs> <laughs> 本当は行き過ぎてたの。ね、で、そのこと今初めて喋るから、多分傷つけてるとは思うんだけども、あのー、最初はそんな珍しいのあるんだって思って、でいて、まあ、その時も、まあ、あの、詳しくはちょっと言わないでおきますけど、みたいな感じですごい、あの、俺のその興奮を思いて、 面白さを、そがないように、そがないように教えてくれたんですけど、まあ、結果、その見て、うん、なんだこれってなって。<laughs> ね、<laughs> 俺の思ってたやつは違ったのよそ、それは。その俺の、な、なんでしょうね。それはね、センサ万別で、つまんなかったっていうか、圧倒されちゃって。なんか圧倒されて、その時も言ってたんだけど、ビンちゃんは、その、女優さんが、 手に男の人に操られちゃってるっていう演技がすごい,い。女優さんがその、えー、その、憑依、憑依 AV は、まあ、そこそこ綺麗な、あの、お嬢さんが、その、よくわかんない男の人に乗り移られちゃって、 急に、うわ、すげえ、おっぱいってこんなもん見心地いいんだって自分で揉んだりする、演技がすごいと、その手前まで普通の女子高生役、ね、えー、女子学生役だった子が、その体を乗っ取られてそうなってって、じゃあ、試しにちょっと、ここ触ってみたら、うわ、すげえ気持ちいい何これ、男の日じゃねえじゃんみたいな演技と、お、あの、カンペ目線に一回も入らないで、 全部そのセリフを言うのがすごいっていうところを力説していくんだけど、俺全然そこじゃねえから。<laughs> かね俺は全然そこじゃないの。から、それ乗んなかったんだけど、今日もだらその調子で、あのー、正直を絶対見るよっ,つってメモしたけど、わかんない。<laughs> あのー、 いきなり、じいさん、これあの、僕落ち着いてネタバレなしで話しますからっていう、そのもうトーに押されちゃってるから、そんな感じで AV を紹介されたことないからっていう、この人のち、あの、乳輪が綺麗って言われて見ることはあったり、おっぱいが超でかいって言われて見ることはあるけども、え、そんなにネタバレがっていう感じの、で、タイトルが、つって、ね、ネトラネタイムリープっていう、 ものなんですっていうね、えー。正確にはって言われて、寝取られタイムリープ、繰り返される現実の中で何度も寝取られ迎える朝っていうタイトルなんだって。<laughs> どういうことって言うじゃんね。AV のタイトルでどういうことって後に、 今まで、一応、構成ですから、その番組をどうやろうかって話にも何度も相談乗ってもらってますし、彼の意見もどんどん取り入れてますよ。に、でも、その、その番組をどうするかの、え会議の真剣さの10倍ぐらい、ちょっと待って、このことは言わないで、最初のお楽しみの方がいいと <laughs>。とりあえず、これは見てもらったけど、衝撃を薄めてしまうから、この件は言わない方がいいんじゃねえか、つって。でいて、 あのー、いや、じゃあ、多少、しょうがねえからいいよ。多少のことはしょうがねえからって、じゃあ、ここは言えますと。まあ、ある夫婦がいますと。で、ある夫婦が、目覚まし時計で朝起きますと。で、朝起きて、で、男の方が会社に行って、忘れ物を取りに帰ると、それが、えー、っと、宅配便の荷物を配達してきた業者の男の人と、えー、っと、その奥さんが、エッチをしてますっていう。それに衝撃が、衝撃を受けて、 頭が痛くなるんだっけな、お腹が痛くなるんだ。で、それをやべえって、なんでこんなこと起きてるんだと思った途端に、お腹が痛くなるとクラクラしてきて、はっ,って目覚める、あの、気がつくと、また、あの、目覚まし時計がなって怒るって時から、またその人生が同じことがずっと繰り返されるっていう、この時点で俺はいい <laughs> あの、求めてないなっていう予感がすごい。<laughs> あの、面白そう。これね、二つなんですよ。面白そうじゃん、実際は。あ、そういうちょっと映画っぽいやつ、そのなか、前もなんか、俺劇団ひとりに教わった映画で何つったっけな。全く同じようなストーリーのやつがあって、で、戻ってるから、これは、おそらく、これは、戻ってるから、何度も戻るから、おそらくこうやると奥さんをね、取られないだろうと思って何か工夫をするんだろうね。で、多分、 えー、たびたびお腹が痛くなっちゃう、えー、また目覚まし時計が鳴って、でいてなんだかんだで寝取られちゃうんでしょタイトルから言うと。だってタイトルが、寝取られタイムリープ。ね。寝取られタイムリープ。繰り返される現実の中で何度も寝取られ迎える朝ですから。俺相当こう、なんつうのかな。えっ、ー、と、 相当今と違う気持ちになるとこれを見ることがないと思うんだけど、<laughs> ね、あの、ずっと、ずっとそれを喋ってました。どうにか話題を変えようと思って、今の内閣の話とかコロナの話とかしましたけども、<laughs> 全然これをやめてくれませんでしたね。ずっと。でいてもうネタバレを避けようとしてるから繰り返しタイムリープしてその説明も、<laughs> 結局んとこそういう話なんですけど、<laughs> ここまで喋ったら見るかな俺見るのかな聞いてる人見ますかね。 ひょういもの、ひいものシリーズと、ぜひぜひ今のタイムリープ。これ別物ですかねひょういものはひょういも。ひょういものも何作も出てんだよね。すごいリストもらったから。へ <laughs> ごめんごめん。一作目しか見てないわ。で、それとまた別のネトラレタイムリープだと思うんですけど。いや、その、ひょういものは、確かにエロいっていうよりも、 頑張ってんなっていう。あ、これ多分、貧族メガネ君に、すごい、こう、その、影響を受けちゃってるんだと思うんだけど、えー、これがさ、あの AV を作ってる人や出てる人がさ、例えば女優さんがさ、とりあえず、手短、手短に裸になったらお金いっぱいもらえるんでしょっていう考え方の人だったら、あんな作品出ないと思うんだよね。大変だから。その、俺があいつが、あいつで、ね、あいつが俺で、 え、転校生的な演技してくんのよ。そのリアルな、急に憑依して、そのモテない男が、体が手に入っちゃった時に、まずどうするっけみたいな、そういう時に、ビデオ撮っとこうみたいになるのよ。自分の、その見られない場所を、AV じゃ見られない場所を、あの、ビデオカメラで撮っておこうみたいな行動とかが、すげえちゃんとしてんだけど、あんまり AV 見ながらちゃんとしてるなーなんて思わないじゃん。<laughs> ね,ねここすげえちゃんとしてるなーが、チェックポイントじゃないから、 あとはなんか、だからネトラレタイムリープも言ってるうちにすげえ、じゃあ最後どうなるんだみたいな、最後これどうなるんだよ。今、民ンゾがそこですみたいな顔してますけど、ね、あの、ちょっと気にはなってくんだけど、これも困ったもんでさ、あの、エロが行われてる以上冷静では見られないから、え、ごめん、これも怒られから、最後まで見たことないかも。その、あのー、 エッチな映像作品を最後まで多分いかないからね。いやー、あなんかすごいあの楽しみなのは、 こういう話、深夜放送ってこういう話だから、こういう話がみんなの心を打ってるから、何人かがそんなバカなって言いながら見ると思うんです。<laughs> ね、え僕もね、なんか多分これ家に帰って、まあラジオで話した以上はちょっと責任あるからね、なんつって。<laughs> ね、ええー、見ると思うんですけども、まあなんか、あ、まあ一時一人の番組でインスタドって、これでしょぐらいの感じの斜めな感じで見る人がいっぱいいてほしい。すごいいっぱいいてほしい。とりあえずもう一回 CM。 Tæmku, 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 tæmku 深夜のカカあとおすすめしたいのが、えー、っと、本、本で、えー、っとね、ダニ、ダニエル・デフォーっていう人の書いた、ペストの記憶っていう。で、また、あの、例の100分で名著の受け売りなんですけど、あのー、ダニエル・デフォーって有名なのはロビンソン・クルーソーを書いた人らしいんです。 ね、ロビンソン、ロビンソンクルーソーを書いた人が書いた、えー、このペストの記憶っていう本で、すげえなと思ったのは、1600年代、350年もっとか、35、60年前に、ペストが大流行しましたと、えー。で、まあ、猛威を振るってヨーロッパでバタバタ、3分の1ぐらいの人死んじゃったよ、みたいな、そんな話になりましたと。で、 えー、その後100年しないかなその後何十年か経った頃に、えー、と、またちょっとポツッと、こう、ヨーロッパでペストの患者が出だしましたと。で、その時にみんなちょっとやばくねえかってなりましたと。で、その時に出した本で、だから300年ぐらい前に書かれてる本で、変わった本でさ、そのロビンソン・クルーソー書いたその、 デフォーっていう人は、記載っていうか、から名著っていうか、名記書っていう感じで、その時に遡ってその1660年ぐらいのその、えっと、ヨーロッパ中が大騒ぎになったペストの時の、えー、様子を、架空の記者が、こう、と書いてますっていう、日、日誌みたいのを書いてますっていう形式だから、小説にもなってないの。ある意味、その、 ペストのその大流行した時のあるあるネタみたいのをこうずっと書いてる。で、それが本当にその頃のデータとして合ってるものも多いし、あと実際起きたことも多いけど、ここちょっと持ってねっていう話とか、ちょっとペスト面白話みたいの入ってたりとかなんだけど、これがもう最初の頃ペストってわかんない病気で、これもすごいのがさ、えっと、 まだウイルスとかの概念もない頃だから、ペストってどうしてうつるのかもなんだかなん、なんでこんなことが起きてるのかもわからないけど、まあ誰かになると周りの人になるから、映ってんじゃねえのぐらいの時期に、もう鼻からこのペストっていう病気はとても変わってる病気で、<coughs> 序盤。えー、かかってすぐすごい重症になってすぐ亡くなっちゃう人もいれば、 かかってるはずなのに、全然、その、症状が出なくて、人にうつしまくる、言った、あげく、あの、亡くなる人がいたりするから、もう、よくわかんないんだっていうことから始まり、あと、その、始まっ、その、ペストの流行が始まった頃に、町中の薬局に張り紙で、 ペストに効く薬がありますとか、ペストはその免疫力を上げればいいから、まあ、免疫力って言葉もちょっと怪しいけど、あの、体力をつければいいから、需要競争にこういう薬が出ましたっていう、えー、怪しい薬がいっぱい売り出され、あげこの果ては、街角で女の人に抱きついて、俺はペストだって言って去ってくやつとかが出てきて、みたいな、うわ、なんかすごいな、これ的な話。で、 まあ、割と読みやすいとか面白いテキストも,もう多分出たか出てるぐらいなんですけど。それ。だから今聞いてる人がどっちをチェックするかですよね。ネトラレタイムリープをチェックするのか、そのデフォーのペストの記憶をチェックするのかっていう、両方って相当タフだと思いますけど、僕はあっちが、<laughs> あっちが今人気だし、今皆さんがクイックしようとしてるのはあっちじゃねえかなとは思いますけれどもね。でもちょっとその、 本の、なんかもちろん比べらんないんだよ、その死んじゃう人の量とか全然比べられないんだけど、ちょっとこう感染してる人の量が下がったところで、みんなその街に繰り出しちゃって、で、これで終わった終わった、つって。で、しかもそこに出てくる言葉で結構ブルッとするのは訳した本に、あの、ペストの毒が弱まっているって言い出すんだよね。で、いてみんなだから大丈夫だからつってみんな表に出し、出だしたところでもう一回ドカンってくる感じとか、 なんかね、別に必ず一致ってことじゃないんだけど、こんななんだ、とか、思ったね。で、あと、ウイルスっていう考え方がないから、え匂、ー、いでうつるって当時思われるから、匂いがしない距離に、ディスタンスを取り始めるのね、みんなね。ウイルスってわかんないのちょっとすごいじゃん。ここはディスタンス取ればいいんだってなるんだけど、知識がないってそういうことなんだと思うのは、匂いでうつるんだったら香水つければいいんじゃねえか、っつって、 香水をつけて違う匂いにして近づいて映る人がいたりとか。なんかそれがちょっと、記録として面白い本だったね。って言ったところでみんなネトラレタイムリープの方行ってると思いますけどもね。<laughs> えー、僕もどっち先行くかって言えば申し訳ない。ネトラレタイムリープを一旦行っちゃうと思うんですよ。<music> じゃあ、えっと、ネトラレタイムリープと、その、ペストの記憶の中間ぐらいのおすすめで、 あの、自分がハマってる漫画。漫画で、ビッグコミックに連載中の高橋智先生、高橋智先生がまあ基本的に僕は好きなんですけど、高橋智先生の書いてる、ジャンボマックスっていう漫画があるんだけど、まず最初にこれを見始めた理由が、あ、高橋智先生だっていうのももちろんあるんだけれども、その、主人公が冴えない太ったおっさんなんだけど、これ多分俺に相当似てるって思うんだよね、なんか。 さえない中年男性なの。中年男性の、もう真面目なだけが取り柄の製薬会社で働いているおじさんなんだ。で、そのおじさんが、ええー、と、家はすごい美人の奥さんと、美しい娘が、一人娘がいるんだけど、なんか心のどこかで、あの子、俺の子じゃないんじゃないかみたいな、のを思ってる。 で言って、あとずっとおちんちんが立たないっていうことに悩んでるのね。で、彼が、その、えー、自分の力で研究して、ED 薬を作るっていう話なんだけど、こんなジャンル他にないじゃんか。で、これは難しいのは、まだ割と始まったばかりで、えっ、ー、と、今から全然追いつくと思うんです。全然追いつけるっていうことはメリットなんだけど、どう転がるかは分からないんだよね。どう転がるかは、だって今までそういうものないし、だけど、 何かその、ええー、と、冴えないおじさんが、冴えないまま、一年発起してその真面目に ED 役を作ろうとする話と、その ED 役を、えー、組んで手に入れたがるまた、なんだか裏社会のおじさんとかと、あとその、ええー、と、綺麗な奥さんと娘との距離感みたいなやつが、今いい感じにブレンドされてるんだよ。 この3つどれいく <笑 Kristin は> ねえまあ3つ行ってくれれば幸いだけどねラジジジャャンンクク TBS ラオこの時間は小学館中外製薬 マルハニチロ美東園ホテルズほか各社の提供でお送りしますさあ、えー、じゃあまあ時間短いですけど、えー、少し面白い なんか少し面白いわ。もともとの少し面白いの感じに似てんだけど、思い出すんだけど、ちょっと笑っちゃう単語とか人名とか。えピザファットさん。ペンネームピザファットさん。チデジカ。チデジカいたよね。そらチデジカが住んじゃったらあんなキャラクターいらなくなるに決まってんだけど、ぬいぐるみとかあったよね。わあチデジカの死骸がどっかにすごいいっぱいあるわけだよね。 ええー、ペンネーム、マロン教授。新選組リアル。<laughs> なんかさ、その、俺の、その、島田新助感で言うとさ、新助さん、未だに面倒見てそうな感じしないなんか、メンバーの中の、その、えっ、ー、と、割とこう、礼儀正しい人とかは、未だに新助さんと草焼きをやったりしてんじゃねっていう感じ、するね。えー、えー、春うていいお肉さん。 あの人は今、バカ力的、あの人は今、小密。断密さんがブレイクし始めた頃に現れたグラドルだったと思う。小密いたね。なんか、断密さんが妙齢なのに、その綺麗で、あとまたちょっとセンスが、俺たちからすると、黒木薫の最大みたいなセンス持ってるっていうところで売れたのに、え、見た目が、見た目が似てって、普通に妥当にグラドルの年の子だったよね。 小つねえー。ペンネーム、サタミサキ。あやまんジャパンの曲。YouTube 欄のコメント。YouTube のコメント欄。あやまんジャパンの曲の YouTube のコメント欄。当時小学生だったので、意味わからなかったけど、大学生になった今見ると、すごいエロい歌詞だったんだなーって気づきました。だって、懐かしむものなのって書いてあるけど、これ。<laughs> いやー少し面白いものも気づいたら送ってくださいね勉強になりますじゃあこの辺で寝ます。